受容体完全薬作動薬から受容体調査動薬までの広がりアゴニスト、または作用薬とは、生体内の受容体分子に働いて、神経伝達物質やホルモンなどと同様の機能を示す薬のこと。現実に、生体内で働いている物質は、リガンドと呼んで区別する。それは、持っている作用が生体物質と全く同一であれば利用する意味がないためである。そのため、 アゴニストとされる物質は生体物質とは少し違った性質を持っている。多くの場合、それは分子間選択性であったり、標的分子への結合力であったりする。例えば、中枢神経系における主要な興奮性神経、伝達物質としてグルタミン酸があるが、その受容体は4種類存在する。無駄という物質はその4種のグルタミン酸受容体の、うち、 無駄タグルタミン酸受容体と呼ばれる受容体だけに作用し、残りの3種には作用しない。このような場合、無駄を無駄タグルタミン酸受容体に対する選択的アゴニストと呼ぶ。対印義語としてアンタゴニストがある。これは同様に受容体に作用するが、作用することで受容体の活動を抑制する薬剤のことである。受容体を活性化するアゴニストの中にも、 活性化度が生体分子に比べて非常に低く作用するものの作用があまりにも弱いというような薬剤も存在する。このようなアゴニストをパーシャルアゴニストまたは部分作動薬という。パーシャルアゴニストは需要体にプラスに働きながらも本来のリガンドの結合を阻害してしまうため結果として抑制の方向に働いてしまうことがある。 このようにアゴニストとアンタゴニストの区別は必ずしも容易ではない。医療の分野で実際に応用されているパーシャルアゴニストの例を示す。ありがとうございます。